海道大学水産学部の練習船おしょろ丸の北極海での調査などを紹介する催しが函館市で開かれ、夏休み中の子どもたちが海や自然について学びました。今日は夏休み中の小学生14人が参加し、函館港に停泊するおしょろ丸に早速乗り込みました。船内ではまず担当者がおしょろ丸がおよそ6000キロ離れた北極海で調査などを行い、今月1日に戻ってきたばかりであることを紹介しました。確実に北極の氷、もう間違いなく僕が。そして北極海で取ってきた氷と南極の氷を子どもたちに見せて、北極の氷は海水でできている一方、南極の氷は昔に降った雪が固まってできたものが多いことを説明し、子どもたちは興味深そうに聞いていました。いや、楽しかったですね。船のことにいろいろついて調べれましたし、どういう設備があるのかも結構知れてよかったです。海の不思議さだったり面白さっていうことを、まあ、感じていただけたらというのと、まあ、将来それを自分たちの今度は子どもたちに対して教えていけるような大人になってもらえたらいいなというふうに考えています。